よし。起きた。おっしゃ。メガバスフィールドスタッフの加藤です。今回はワンオク河川で、ハードプラグ、バイブレーションや新編、ミノを使ってクロダイを狙ってみようと思います。よし、潮位が高いので、ちょっと重めからスタートしたいんですけど、急激に重くしちゃうと根がかりしちゃうんで、感覚をちょっと掴むために樹脂製のバイブレーションですね、ディラン20から行ってみます。ちょっと今潮位が高くて、もうボトムを取ってもあまり速いスピードで負けないので、同じ 20g なんですけど、鉄板バイブレーションの 20g に変えます。クロダイの、狙いどころですね、まず第一に一つ目はこのゴロタですね。ゴロタの足元のこう下がって深くなってて、ちょっとまたゴロタが数メーターあるんですけど、だいたいそういうところにクロダイがつきます。で、岸際だけじゃなくて、ちょっと沖、10メーター、20メーターだったり、その場所によって変わるんですけど、柿瀬がところどころにあったりするんで、そういうところにつきます。で、柿瀬の見方なんですけど、探し方、潮位が高い時っていうのはなかなかその流れのよれっていうのができるので、地形変化のよれっていうのは潮位が低い時に割と見やすいです。なので今現在できているのは流れがぶつかってるよれなので、潮位が下がった時に潮目というか、よれができているところに大体地形変化があるので、そういったところには柿瀬だったり、ゴロタがちょっと積んであるっていうのが分かりやすいと思います。で、基本的にはそういうところを狙う感じですね。おった、おっしゃ、ちっちゃスレだ、ごめんね。から10メーターぐらいのところに、15メーターぐらいのあたりに、柿瀬がちょっとあるんですけど、そこをスローに通したときに一発バイトがあって、ガツンとバイトがあって、その後でちょっとカツ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 と柿瀬に当たった直後にゴンってきたんですけど、残念ながらスレがかりだったんで、魚のいるところとレンジは探れていると思うので、ちょっと引き続きやってみたいと思います。これは食ってんな、小さいけどちゃんと口にかかってますね。狙いどころは同じ、ヒットパターンは、先ほど小型の方がすれかかりした、近場の柿瀬ですね、そこをスローに通してたらガツンときました。サイズは小型なんですけどね、とりあえず今潮位が高くて釣りづらいタイミングなんですけど、オニマルの 20g で、ボトムをちょっとスローめにただ巻きですね。で、しっかりとフロントフックがいいところにかかってます。夏場は、魚が非常に弱りやすいので、写真を素早く撮ってできるだけ早く水に戻してあげたいですね。釣り上げてネットに入れた時にちょっと 1,2 分水につけてあげるだけでも、こういう蘇生の時間が短縮することができます。で、夏場は酸素濃度が薄くなるので、やっぱり冬に比べると蘇生にも時間がかかります。で、しばらく動かしてやって、ヒレがピッて立ったり胸びれがパタパタし始めると、リリースできるタイミングかなっていう感じですね。よし、離します。よし、よし、続いて
サイズアップ狙っていきます。クロダイとキビレの釣り分け、まあ、ポイントで大きく変わると思います。砂地が多いところはキビレで、まあ、ゴロタだったり柿瀬が多い場所っていうのはクロダイが非常に多くなります。なので、まあ、この川でも下流、同じ下流域なんですけど、砂地が多いところ、柿瀬がなあまりないところっていうのはキビレが非常に多いです。逆に柿瀬だったり、まあ、ゴロタだったりっていうハードボトムが多いところにはクロダイが多くなります。でもちろんその逆のパターンで釣れることっていうのもあるんですけど、まあ、比率としてはそういった感じになりますね。あとは、まあ、同じ場所で釣れることもあるんですけど、キビレとクロダイの群れっていうのは基本的に混在してないと僕は思っているので、キビレが何匹か釣れて一旦釣れなくなると今度クロダイが釣れるっていうことも何回かあります。これは、まあ、こういった大型河川でのバイブレーションの釣りでもそうだし、運河とか港湾部でやっててもそうですね。キビレが釣れてて、まあ、ちょっとキビレの試合が終わったタイミングで今度はクロダイが連発で釣れるっていう状況もあるので、基本的に同じ場所で釣れたとしても、まあ、群れがちょっと変わってる、でそのタイミングによって釣り場が変わるっていうふうに僕は思ってます。来た、食ってる食ってる、ロットがゴン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 、ちょっとサイズアップしたかな。ロットの方が、空海シリーズの CK92MLS になります。このロットはレギュラーテーパーなので曲がる竿なんですけども、まあ、奥の方でグッと踏ん張ってくれるので、まあ、クロダイだったら的しなしサイズ、シーバスならまあランカーまでこれ余裕を持って上げれているので安心して狙えるロットだと思います。ヒットパターンはまあ先ほどと同じですね。10m、20mの柿瀬のところを鬼丸の 20g でスローに引いてるときにガチンと食ってきました。もうこれぐらい自分で暴れ出したらもう全然もうリリースするタイミングですね。よいしょ、ありがとう。じゃあね、ちょっとルアーのカラーローテーションで狙ってみます。ルアーは同じ鬼丸の 20g です。切った、よっしゃよっしゃ、まあ、こんな感じでランディングしたらちょっと休ませてやる。今のヒットパターンは、まあ、先ほどと同じ柿瀬の上なんですけど、ちょっとアップに投げて一回ガツンと来て当たりがあってそのまま巻き続けたところでドーンと来ました。追い食いしてきたのか、まあ、群れの中の別の魚が食ってきたのか分かんないんですけど、まあまあいい状況だと思います。今カラーローテーションしたっていうのも、まあ、一つの要素なのかなって思います。潮位が下がってくると足元がすごく滑りやすくなってくるので、まあ、スパイクなんかを履いてない方っていうのはなかなか岸際に近づけないと思うんですね。そういう時は、まあ、ネットに入れて、まあ、できるだけ頭が流れに対して頭が上流側に向くように入れてやってしばらくやって、まあ、魚がちょっと元気になって暴れて来始めた時にリリースしてあげてください。よし、よし、けちょっと状況が変わって、まあ、潮位が下がってきたとか、まあ、そういったことも含めて状況が変わってきたので、まあ、鬼丸の20からヴィランの 20g に変えます。まあ、こちらの方が沈下速度が若干遅いっていうのもあって、まあ、よりスローに引けるっていうのもあるので、まあ、同じようにゴロタの付近だったり柿瀬の上を狙っていきます。連れてくれ、
同じ 20g でも、まあ、鉄板メタルバイブレーションと樹脂製バイブレーションの違いっていうのは、まあ、まず動きですね。ブルブル感がまあ鉄板の方が強い波動を出せるっていうことと、あとはまあゴロタに当たった時に比重の軽い樹脂製の方が同じ重さでもポンって当たった時にふわっと浮いてくれるので、まあ、そういった使いやすさっていうのもあります。ただ樹脂製の 20g でボトムが取れないとか思ったスピードが出せない時っていうのは鉄板が非常に活躍します。お、来たぞ。ちょっと落ち着いてからランディングできる直前に球を差し出して、まあ、頭から入れてやるっていう感じですね。スッと、ヴィラン70の 20g ですね。狙い方はまあ同じですね。柿製の周辺フロントフックからねしっかりと食ってる、いい食い方ですね。で黒ダイの場合はね、根がかり回避のためにフロントフックを外すっていう手も効果的なんですけども、実はこういう感じでフロントフックにしっかりバイトするっていうことが多いので、今日は根がかりしづらいなっていう時なんかはフロントフックを追加してやってやると、まあチョークアップにつながると思います。まず鉄板バイブレーションメタルバイブレーションのオニマルなんですけども、4種類のサイズ展開があります。一番軽いのがまあ 8g、 そして 12g、 20g、 30g になってます。でハイシーズンのワンク河川では特に 12g と 20g が使いやすいウェイトになっていると思います。で、使用感なんですけども、非常にスタンダードなまあ、バイブレーションですね。特別何か癖があるとかちょっとコツがいるとかっていうのでなくて、まあ、投げて巻くだけというか、まあ、まさにその通り簡単なバイブレーションですね。で以前紹介したスパローっていうのがあるんですけども、それと使用感に似てるルアーなんですけども、このオニマルの方がテンションがかかって動き出す時の初動がすごく滑らかなんですね。なのでまあ軽いリフトフォールの時もちょっと柔らかめな動きを意図的に出せるっていうのがオニマルの特徴だと思います。なのでまあ気持ち早めに巻きたいなっていう時も、動き出しの唐突な動き出しではなくて滑らかにこう徐々にスピードに合わせて強くなっていくっていう特性があります。余談なんですけども、まあ、一番小さいサイズ 8g ですね。でこれはまあ真冬一番まあハードルアで釣るのが難しい時期だと僕は思ってるんですけども、そんな時でもまあしっかりといいサイズのクロダイを連れてきてくれているので、まあ、シーバスももちろんですね。なので状況に応じていろんなサイズを揃えておくっていうのがおすすめだと思います。続いてヴィランの70なんですけども、まあ、こちらは 15g と 20g のウェイト違いがあります。で、まあ、すでにもう発売されて1年ぐらい経っているので使われている方も多いと思うんですけども、僕はこれ、まあ、クロダイ狙いのまあ基準になるルアーとして使ってます。まあ、例えばヴィランを使って 20g と 15g を使い分けて、それよりももうちょっと速いスピードだったり強い波動を出したい時に鉄板バイブレーションオニマルを使うっていう感じですね。あとはまあ根がかりが多い時とか、まあ、同じ 20g でも樹脂製の方がストンと落ちる割合っていうのが少ないので、まあ、当たってふわっと避けてくれるっていうのがまあ樹脂製バイブレーションなので、まあ、使いやすさで言えば樹脂製バイブのヴィランで、まあ、それの足りないところスピードだったり、まあ、レンジだったりっていうところで、まあ、メタルバイブレーションを入れるような感じで使い分けてます。続きましてマーゲー SW ですね。こちらはまあご覧のように、まあ、リップの大きな身のシャットタイプですね。でこちらの特徴はもともとはシーバス用に作られた開発されたものなんですけども、例えば公安部足場の高いところで潜らせてツイッチさせる、まあ、ただ巻きだったりツイッチさせたりジャークして浮遊させる、まあ、そういった使い方でまあシーバスを狙うことが多いんですけども、こういったワンオク河川でも非常に効果的な釣りができます。まあ、例えばただ巻きで潜らせて
ハードボトムにコツコツ当たりながらディープクランクみたいな感じで目がかりを回避しながら、まあ、非常に目がかりしづらい性能を持っているのがこういったロングリップのミノシャットですね。で、まあ、すごくバイブレーションだと難しいようなすごくスローにボトムをずっとゆっくり引いてくるっていうこともできるんですけど、ロッド角度を上げてやれば、まあ、それなりに早巻きで狙ってスイッチ入れて食わせるとかっていういろんなことができるプラグだと思います。続きましてこちらカラシの SW です。新編タイプのプラグになります。ゆっくり引くとずっと動いて時々フラフラという感じで動きます。まあ、早巻きするとこういう、まあ、新編独特のスイングアクションに変わるんですけども、このカラシ SW っていうのは 5g と 9g のラインナップがあるんですけども、今回は、まあ、風だったり水深だったり流れがあるっていうのを考慮して、まあ、飛距離も欲しかったので 9g の方を使いました。バイブレーションとか、まあ、シャットなんかで、まあ、攻略できないような、まあ、干潮間際の柿瀬の上で水深が 1m ぐらいしかないようなところを今回狙ってクロダイを釣ることができたんですけども、まあ、そういったすごくシャローの根がかりの多発するようなポイントを、まあ、ゆっくりとスーッと巻きながらだったりトゥイッチを入れてアピールしてみたりっていう狙い方でクロダイが釣れました。でこのカラシっていうのは、まあ、シーバスのマイクロベイトパターンにも非常に向いてるんですけども、まあ、僕はメバルのプラッキングにも使ってます。いろんな使い方ができる面白いルアーだと思います。今度はプラグで狙ってみます。マーゲー SW ですね。まあ、ちょっとちょいが下がってきたっていうのもあるし、まあ、スローにボトムを引いてみたりちょっとトゥイッチを入れたりして誘ってみたいと思います。ロングリップのシャットやミノのメリットなんですけども、まあ、一旦潜らせてボトム付近をコンタクトし始めると非常にゆっくり巻くことができるんですね。今もボトム柿瀬の上通ってるんですけど、デッドスローだったり状況に合わせてはまあ 流しながらっていう釣り方もできます。あとはまあバイブレーションに出せないアクション、まあ、ローリングのものもあればオーブリングのものもあって、でロッドワークでアクションを入れるとトントン、まあ、ジャークしてそのまま浮遊して流してガチンと食わせるとか、トゥイッチ連続でトゥイッチさせてそれを食わせるとかっていうバイブレーションとか、まあ、ワームにしてもそうなんですけど、他のルアーでは出せないアクションが出せるのがロングリップの身のシャットのメリットですね。あ、来た。お、やった。やった。マーゲー SW、これで来ました。今度早巻きですね。若干ロッド縦気味にして早巻きで巻いてきたところで、一旦岸からちょっと離れたところでガンと当たりがあって、その後に岸際の上昇軌道に入った時にガチッと食ってきました。いけるかな。マーゲー SW の、まあ、簡単な使い方なんですけども、まあ、投げて着水する。そうすると、まあ、バイブレーションよりも非常にゆっくり沈んでいくので、最初に巻いてグリグリと潜らせてやる。でボトムにつき始めると、まあ、スローに巻いたりちょっとロッドを縦めにして巻いてきます。まあ、ボトムに完全に当たってなくてもいいんですけど、まあ、ボトム感知が非常にしやすいっていうのが、まあ、こういったロングリップのミノやシャットですね。よし、危な。まあまあいいんじゃないこれ。
マーゲ SW、 先ほどとカラーは同じなんですけども、ちょっとパターンが全然違います。今回は柿瀬、巻いて潜らせて柿瀬に入った瞬間にデッドスローに変えました。でデッドスローに変えて止めた時にコンコンと入った感じですね。ちょうど柿瀬の奥にいたやつが潜ってきたルアーを発見して止めたところで、止めてふわっとちょっと流れたところでガッと食ってきた感じではないでしょうか。すごく気持ちのいいシャットならではの、こういったロングリップならではのヒットでした。カラシ SW、9g ですね。これでいってみます。カラシありだな、これ。え、尻尾にかかってる。今カラシ SW の 9g ですね。これもまあだいぶちょいが引いた柿瀬の上をスローに通しながら、まあ、ちょっとトゥイッチを入れたり早巻きしてフォールを入れた瞬間にガッと来たんですけど、まあ、ファイト中に一回口からルアーが外れて、まあ、ちょっとボディにかかっちゃったっていう感じでなんですけど、まあまあカラシ、シャローの柿瀬に結構いいと思います。カラシ SW の 9g ですね。今これ柿瀬の上をデッドスローで通したところでクンクンと来ました。結構今日の条件的にバイブレーションの早巻き、まあ、速い動きだったり強い波動に反応がすごく良い、いいんですけど、まあ、ちょっと潮が緩んできて釣れづらくなってきたなっていう時にはこういった波動の弱い動きのおとなしいものをしっかり見せて食わせるっていうアプローチも一つの方法だと思います。よし、ありがとうね。いかがだったでしょうか。バイブレーションやワームでクロダイを狙うっていうのは比較的ポピュラーな狙い方なんですけども、状況に応じてロングリップの箕面や身辺で狙ってまあ超過が出せるっていうのを見ていただけたと思います。皆さんもぜひいろんなルアーでクロダイを狙ってみてください。